東京都知事候補、無所属、姫路健治61歳、昭和27年、東京湾に近い農業村に生まれ、3年ほど地方勤務、明治小学2部、2年在学、著書、民族の攻防日本人の選択ほか、では続いて、姫路健次さんの政見放送です。 おはようございます。姫路賢治でございます。2011年の都知事選挙に続きまして、2度目の挑戦になります。今回は3つの政策、公約をいたします。簡単に自己紹介をさせていただきます。私は昭和27年東京 海に近い都会とはかけ離れた農業村に生まれました。そして育ち、東京に暮らして61年。途中、3年ほど仕事で地方に勤務をし、生活をしたことがあります。2000年、私は政治著書、民族の攻防、日本人の選択という、 著書を出版しましまほか1冊を出版することをはぎりに政治に対して強い関心を持ちましたそして平和こそが私のライフワークとして一生思い考えそしてそれを楽しみとしていくということを私のモットーとしておりますちょっと自己紹介が長くなりましたけど3つの 公約についいいいててお話しさせたただきたいと思いますまず一つは、これから生まれくる、あるいは今育ちゆく子どもたちに、自然と緑に対する感性を復活させようという政策をあらゆる知恵を絞って出していこう、やっていこうということです。そして二つ目は、災害時、東北の大震災で教訓を得たあの大津波。 あるいは関東大震災のような直下型大地震に対して大都市緊急避難条例というのを作ります大津波の時は堅固な建物の高いところへ避難する火災の時には火の手に命を奪われないように防火建物にどこでも避難できる それは試験を取り払ってそしてフリーに命を皆救うことができるんだという安心感をそれを約束する法律ですこれは東京だけじゃなくて私は全国の大都市に必要なものだと思って強くこれを主張しておりますこれが公約の第二です第三番目皆さん東京オリンピック楽しみですねパラリンピックですけど 平和のバロメーターにはなりますが、もっともっと平和を発信、創造しようではありませんか、私は世界中からいろんなテーマで文化と心でつなぐ平和オリンピックを、東京を中心に、北は札幌、仙台、そして名古屋、京都、大阪、広島、福岡、こういった全国の都市で平和オリンピックを2020年から1年、あるいは2年越しで開催したらいいと考えております。 ぜひ実現させましょう皆さん、世界の平和、この平和のために、あらゆる国の英知を集めて、その国の代表が一か所に集い、地球共同体の核となるような、そういったものができたら素晴らしいと思いませんか私はやがて今のとか。 経済ではダボス会議が開催されておりますが、もっともっと国連を何倍も飛躍発展させたような、そういう地球共同体の核となる、これは仮想ですけど、地球議事堂というものがきっとできると信じております、皆さん、どうかこの3つの公約、私は必ず都知事として、これを命に変えても実行します、やり遂げます。もし間違ってるあるいるるあは ちょっとニュアンスが、こういうところは修正が必要だという、そういう部分もあるかもしれませんが、3つの決意、まず、時代の子どもに誇れる東京を目指す、そして平和オリンピック、東京オリンピックを通じて世界に誇れる東京、日本をつくる、そして都庁の玄関に大きい意見箱を備えて、都政のための都政でない、都民のための都政、日本のための都政を、 皆さんの声を聞いて実行する、その3つをお約束します、これが私の3つの決意です。私はもう61歳になりました、果たしてこうして幸いにも皆さんに私の政治に対する思い、政策を発表できるのはもう最後かもしれません。ですけど、この3つの公約、決して無駄なものではありません、どなたが知事になっても誰か1人しかなれないんです、必ず実行してください。 時代の子どもたちに誇れる自然に対する感性を復活したそういう政策をしてください、そして災害に備えてください、そして平和オリンピック、ぜひよろしくお願いします無所属、姫路賢治さんの政見放送でした。